行政院政務委員のオードリー・タンさんから、日台の友好が深まるために必要なこと、特に若い方同士の交流についてのアドバイスや、台湾ファンの番組リスナーの皆様へのメッセージを伺っています。お願いいたします。是，谢谢，谢谢 Coco 桑，很高兴有这个机会上你的节目。对呀、而且反而看得更清楚，因为不用戴口罩嘛。我们透过网络不用戴口罩看得更清楚。皆さんのとても笑顔が見られること、そして私も笑顔になっていることをとても嬉しく思っております。我刚才有提到说，因为我负责的是数位 digital 的民主主义啊，数位的民主。那我相信在日本，关心年轻人尤其是怎么样子来参加关于大家的事情的一起决定的这件事情，我觉得是特别感兴趣的。所以我会觉得我们对于民主主义的坚持就是关于我们社区的事情，好比像说透过创业的方法，透过地方创生的方法，像台湾也有很多新创的团队，像 Who's Call 啊，把在台湾解决电话诈骗的问题拿到日本去也解决大家的问题，等于是每个人参与公共生活提出解决方案的这些做法，不只解决台湾的问题或日本的问题，而是透过互相交流解决彼此大家的问题。我觉得这个是特别紧密的一种交流方式。私が担当しているのはデジタルの民主主義です。私は日本の若者の人たちが自分たちが関心を持っていることにどのように取り組むかに興味があります。そしてどのように取り組むかだけでなく、どのように決めていくかにも注目しています。民主主義とは地方のもの、小さい地域のことを決めていくことでもありますが、民主主義を維持することは、小さい地域のことを決めていくことと、小さい地域の再生を意味することだと思います。これには私は深い特別な気持ちがあります。また、皆さんが身の回りの問題を解決していくことは、自分たちの問題だけではありません。他の地域、人々の公共生活の問題も解決していくことにつながると思います。日本の問題解決は台湾の問題解決につながり、相互の問題がそれぞれ解決していくと思っていることが一番大切な交流につながると思っております。就是我们一起都对准全世界都想要解决的17个问题，就是永续发展目标 SDGs。举例来说，像我刚才分享是台湾的创新帮日本解决问题，但是日本也有另外一个创新叫做 MyMizu。MyMizu 是这样一个手机上面的程式，让大家可以减少塑胶的使用，出门的时候可以找到可以装水的地方，然后可以认识同样爱护环境的人。那 MyMizu 这个概念到了台湾就变成了叫奉茶红茶啊，就是台湾的一个类似的 app， 也帮助台湾的年轻人进一步的来解决环境，特别是塑胶废弃物的问题，也从这边开始让我们净滩，就是大家去海滩上面帮忙捡这些塑胶垃圾等等，变成一个全民的运动，去帮助大家来找到志同道合的伙伴。所以我们可以看到，只要透过这种数位的方式，我们可以超越刚刚讲到疫情过程里空间的限制哦，你的一个想法立刻就可以帮助台湾的人解决共同的地球上的问题。そうですね。今全世界で解決すべき17の問題についても私は考えています。SDGs のことですね。台湾で解決した技術で日本が助かるということもあります。逆に日本が作り出した技術が世界を助けるということもあります。特に無料給水スポットが探せるアプリ、マイミズなどはプラスチックを削減し、環境を大切にする人々の輪を広げてくれます。環境問題意識の高い人々が出会うコミュニケーションの場にもなり得ると思います。デジタルを通じて一つのアイデアは空間を超えて人々に役立っていくと思います。アクションを起こし、みんなが様々な運動を考えれば、コロナもそうですが、デジタルがあれば、また一つずつみんなの問題をそれぞれが解決できる方向につながると思っています。最后，我们要求一个要求，给我们日本人的听众们有喜欢听你的留言。Please give me your message.
我现在身上穿的是我本来要到东京奥运穿的进场的服装，是我们的运动员穿的服装。当时因为疫情的关系，所以虽然我支持奥运的运动员，但是我自己没有去。但是呢，我绝对不会忘记我的这个疫苗 AstraZeneca， 为什么我当时可以出国，是日本送给我们台湾的非常好的礼物，让我可以自在的出国。所以现在日本的疫情变得缓和了，那我在明年，应该明年年初的时候，我就一定会，我奥运没有去成的日本我就一定会来日本。那在那个时候非常期待跟大家，不是只是在网络上面听彼此的声音，看彼此的样子，也能够握着彼此的手。私が今着ている服は今年の東京五輪の時に着たかった服です。私は東京五輪に行くことはできませんでしたが、これを着て今日はインタビューを受けています。残念ながらコロナの感染はなかなか止まることがありませんでした。そして私自身忘れられないことは、コロナのワクチンを打つことができました。日本政府からアストラゼネカのワクチンを送っていただいたことが大きな意味はあると思います。本当に素晴らしいプレゼントでした。来年年度中にはぜひ日本に行きたいと思っていきます。オリンピックの時には行けませんでしたが、きっと来年行って皆さんの顔を直接見たいと思っています。ネット越しではなく、直接手を振り合って皆さんと挨拶したいと思います。谢谢、非常期待能够来日本。ぜひぜひ、私は必ず日本に行きたいと思っています。そのように期待してやみません。谢谢你。谢谢行政院政務委員のオードリー・タンさんのお話でした。